はい、マロです。今日はこれですね。カルテル社のカスケイタの紹介です。というわけで、これですね。いいよ。まあ、デッキの構成は、こんな感じですね。ポジティブとネガが2本と。で、ここに切り欠きっていうか。で、ここがエアホール。で、エアホールは1つですから、こういう感じで、調整はこういう調整ですね。こういった段差がついていて、まあ、こちらの、コイルを組まない方にはこれがつくと。なんでまあこれキャップの向きもだから一定になるってことですね。常にこうね、それ以外だと入んないってことですね。引っかかっちゃってね。でまあこれの恩恵で、まあ、狭く煙が濃くなるということなんでしょう。でここにも一つ穴があってですね、まあ何のためにあるかちょっと僕はよく分かんないんですけど、付属のドリップチップだとこのように、埋まりますが、例えば、こういう普通のドリップチップですねもつきます。でその時はここも開きますので、まあエアホールが2つという形になりますね。まあ、ここがちょっと埋まらないということだから、どういう意図があるのかちょっとよくわからないですけども、まあ普通に使う感じでは、まあルックス的にもこっちの方が好みかなというところですね。あ、ちなみにこれクローンです。はい、クローンですね。このデッキの状態上ですね、両方こう足が直角になってた方がしやすいんですね。なので、巻いたらですね、これをこうキュッとつまみまして、片方をこうグーッと横に、でもう一方はこの巻いてあるままの方向ですね。こういう形のコイルを作ります。これだとちょっとね、位置が高いですよね。エアホールがここですからね。なんで、ここからちょっとね、ぐっと落として、こんなもんでしょうかね。6.6。まあ、狙った感じですね。0.7 ぐらい目指したんで。で、一回こう。てな感じで、これで0.、リキッド入れて 0.7。だいたい狙い通りってとこでしょうか。なかなか味は出てますね。まあ、ビルドの難易度でいくと、まあ、どうですかね。簡単ではない部類に入りますが、まあシングルでもね、結構いい感じで煙も出ますし、やっぱりこの中のこの構造のおかげか、まあ味は濃く感じますね。結構味は出てるんじゃないかなと思います。で、折り地を変えてみましょうか。
こうすると上のこの穴もねなるので、うん、やっぱりね上のこの穴ある分、まあ、ドローがより軽くなりますね。でドローは結構ねこれ全開だとやっぱり1個とはいえかなり軽く感じますね。うん、まあ半分いかないぐらい、こんぐらいに絞った方が、うん、味はいいかもしれないですね。僕はね好み的には半分までいっちゃうとちょっと、半分以下だとちょっとかな、うん、まあ半分ぐらいとかだとちょうどいいかもしれないですね。まあ普段もスカスカで吸ってる人は全開でもあんまり気にならないですね。うん、まあなかなかいいアトマイザーじゃないかなと思います。まあ、セッティングとしては、まあ、デュアルもやってみたんですけど、さっきも言ったように、手間の割にはそれほど恩恵を感じませんでしたから、おすすめは、シングルで、シングルだったらバーチカル、まあ、縦巻きでもいいんですけど、縦巻きね正直やっぱりあのコットンの入れたりとかね、あとまあ組む時も、組む時はそうでもないのかな、ただこのなんかやっぱ僕縦巻きより横巻きに慣れてるせいかこっちの方が簡単なんでね、こっちになっちゃいましたね。うん、まあなかなか、幅があって面白いアトマイザーじゃないでしょうか。ということで、今日はカルテル社のカスケイタでした。